内いたしますので、お住まいの郵便番号がわかる方は1を、そうでない方は2を押してください。ナビダイヤルサービスを経由し、消費生活相談窓口へおつなぎします。20秒ごとにおよそ10円でご利用いただけます。あ、すいません、ちょっとご相談があるんですけども。あ、はい、産婦人科にお住まいの方ですか？あ、そうですね、はい。あ、はい、まず受付でご住所ですとか名前を伺ってよろしいですか？はい、名前が美濃康文です。はい、ありがとうございます。はい、どのようなご相談ですか？ですね、そのマッチングアプリで知り合った方なんですけど、はいはい、その方が、海外の、宝くじですかね。宝くじサイトみたいな。はい、はい。はい。それで、必ずそれが、絶対に、そこに投資すれば儲かるみたいな。はい、そういう話で、それで、その人が毎日LINE でメッセージ送ってきたんですけど、はい、それで、一回試しにやってみたんですよね。指定された口座にお金を振り込んで、それで、はい、2万円振り込みまして、はい、はい、それで、2万円、はい、そうですね、相手が指定してきたのは個人の口座でしたね。相手が指定してきたのは個人の口座。今いくら使っちゃってます？その2万円を振り込んで、はい、それで言われた通りに、はい、投資サイトで宝くじゲームみたいなのをやったんですよ。それでできました？それで2万5800円になって、で、宝くじサイト、URL を送ってきたんですかね、そしたら。あ、そうですね、はい。URL 送ってきまして、で、それで、言われた通りに、向こうが指示してきたものを、そこに投資してくださいって言われて、それで、やってみて、それで、一応利益が出て、振り込まれ、2万5000円になった。あ、そうですね、その5800円。2万5800円が、はい。はい、どうなってその2万5800円が、はい、私の口座に振り込まれたんですけど。ああ、そうなんですね。はい。自分の口座に返ってきた。あ、そうですね、はい。その2万円投資したら2万5800円になって返ってきたんですけど。あ、実際にもうじゃあ入金されてるってことなんですね。そうですね、はい。入金は確認できたんですけど。そうなんですか。ただ、はい、ちょっとこのサイトをやってる人が怪しいなと思いまして。ああ、もうこれはちょっと、完全に、詐欺グループがやってるのかなと思ったんですけど。でも今のところ、あれですか、2万円投資というか、言われた通りやって、はい、5800円でプラスになって、その後はやってないってことですか？そうなんですよ。はい。その後はやってないんですけど、いない。そうなんですけど、ちょっと、それ今日の話で。あ、昨日なんですね。そうですね。はい。昨日やって今日振り込まれたんですけど、ちょっと、このグループが怪しいので。なんていうグループですか？そのグループっていうか、多分僕の予想はグループでやってると思うんですけど、その女性が、サイトを運営してる人の名前はちょっとわかんないんですけど。サイト運営してる人の名前、宝くじサイトのサイト名とかわからます？そうですね。サイト名が、桜インターナショナルっていう。桜インターナショナル。はい。多分これ中国人かなんかがやってるサイトだと思うんですけど。中国人がやっているサイト。はい。中国人の女性がそのサイトに紹介してきたので。そうですね。マッチングアプリでは日本人の名前を使ってたんですけど、実際 LINE を追加したら、本人は中国人だって言ってたんで。
そうですね、はい。それで、まあ、日本語がおかしかったんで、まあ、メールでそれが分かったんですけど。自分の情報はですね、一応、なんかその銀行口座とですね、あと名前と、あとその住所ですかね。いえ、その、なんかそのお金を振り込むのに、なんか運転免許証も提示してくださいって言われて、運転免許証もその写真で送ってしまったんですけど。はい。あ、その、なんか女性からは、なんか、また、今日も、その、なんか、投資サイトですか？それを、なんか、紹介されましたけど。はい。この後どんどんやられてしまう方もいらっしゃると思うんですけど、結局個人間のやり取りになってしまって、はい。例えばセンターにご相談に来たとしても、はい。もう詐欺っていうことで警察に行っていただく案件なんですね。はい。で、これご自身会社の投資って確かに勧められてはいますけど、はい。あくまで個人ですし、はい。海外ってなると、海外の宝くじって違法になるんですよ。はい。警察行ったからすぐ捕まるとか罰金とかそういうことではないと思うんですけど、はい。ただ心配なのは、はい。運転免許証とかはい。個人情報をちょっとお伝えしてしまってるので、はい。はい。それがどうなってしまうかっていうのは心配ですよね。そうですね。ここまで、お金に関しては、返ってきてるっていうことですから、はい。でもこれも簡単にはい。返ってこないケースの方が圧倒的に多い中で返ってきてるんで、はい。ちょっとこの意図がはい。怖いっていうか、はい。なんでしょうね、少額だから、少額でお金持ってるっていうことを言ったりとかしてるんですか、やり取りで。いや、言ってないですね。そういうお金いくら持ってるとかは一切ないですけど。投資サイトが実在するようなサイトかどうかっていうのもちょっと何とも確認しようがないんですけど、そうですね。これがその中国の宝くじなのか、海外の宝くじかもちょっとわかんないんですけど、その、まあ、一応本人は日本のって言ってるんですけど、まあ、明らかに見たら、ちょっと中、あ、そうですね、日本のって言ってましたね、本人は。はい。その宝くじというか、まあ、なんか、向こうが作った、そういう、なんていうんですか。宝くじゲームサイトみたいな。その日本の、その、ちゃんとした、公的な宝くじとまた別のものですね。その、架空のものだと思いますけど。そうして、トム的に関する罪、もう法律で規制されていて、そういった発売したものっていうのは、罰金もしくは懲役に該当するっていうような条項があるんですね。なので、本来それに関わるようなことはしない方がよろしいっていうのがまず大前提なんですけれども、ただ、個人情報も心配なんですけど、銀行口座もお知らせして、で、この5800円が増えてるっていうのが、ちょっと意図がちょっとあれですよね、個人情報、運転免許証、例えば個人情報が欲しくって、っていうわけじゃなくて、最初に運転免許証提示して、その後ですよね、返ってきてる。そうです、はい。
何ができるってわけではないとは思うんですけど、はい、警察にご相談、そうですね、そうですか、ちょっと25,800円になってる、はい、なんかその免許証をなんか送る理由がそのなんかよくわかんないんですけど、なんか誤送金を避けるとか、全然関係ないことを言ってるんですけど、その財務照合情報に便利ですとかっていう。なんかその、財務照合情報に便利ですっていう。財務の照合情報に便利ですっていう。ちょっと意味がわからない文が書いてきたんですけど。多分、これ中国人が適当に翻訳、日本語に翻訳したものをなんか送ってると思うんですけど。そうですか。運転免許証を使えなくするように信用情報に登録するっていうことはできるんですけれども。はい。ただご自身の利用も、止まっちゃうって言いますか。はい。そういう、利用もできなくなってしまうんで、例えばその契約するときに電子免許証を使ったりすると、はい、信用情報を例えば携帯とかね、はい、契約するときに、はい、ちょっと引っかかってしまうっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうことをできるんですけども、はい、そうですね、警察にご相談、まあ、こういったトラブルにあったということで、はい、まあ、紛失ってわけではないですけれども、はい、運転免許証は何か紛失したわけではないですけども、はい、ご相談しておくことで、まあ、こういった被害に遭っているっていう、はい、遭って相談したっていう履歴としては残ると思うんですよ。ああ、ただこの海外宝くじ、はい、そのものが違法なものなので、はい、それをに参加してしまったっていうところは、はい、まあ、どうしてもあれなんですけれども、はい、ちょっとそこをどう考えるかだと思うんですよね。そうですね、あ、ちょっと分かりました。ちょっとですね、はい、ちょっと私の方でこの案件をお預けさせていただいて、はい、ちょっと別機関にも問い合わせしてみたいと思うんですけど、はい、分かっているところが海外宝くじサイトっていうサイトは桜インターナショナルが経営している中国人がやっているサイト。そうです、まあ、でもそれは、まあ、確定ではないんですけど、それ僕の全部予想なんですけど。あ、予想なんですね。あ、予想ですね、それは全部一応そのアクセス、その送られてきた URL にはそのなんか桜インターナショナルって書いてあるんですけど。ああ、送られてきた URL。はい。だからその海外の宝くじサイトかどうかはまだ不確定なんですよね。僕の予想なので。その URL って長いですか ?URL は A. あ、ちょっとよろしいですか。はい。あ、A. A。はい。あ、そうですね。A. あ、そうです。アルファベットの A の。A. と、WNS。WNS。M。あ、N ですね。ナショナルの N ですね。N。はい。NS の6178。ドットですか？あ、いえ、まだドットはないですね。6178ですね。はい。ドットコムです。相手の情報、お名前って何でした？この方。あ、そのサイトを紹介してくれた人は、はい、なんか、中国語で、対案の案に。ん？対案と案？ええ、案って安泰の案ですね。安全。安泰の案。はい、安全の案ですね。漢字で。アンさん、はい。アンさんということと、あと、はい、日本人名っておっしゃってましたよね。はい。
日本人名。日本人名も同じものを使ってました。あ、日本人名がですね、サナさんって書いてますね。ですね、サシス。サです、はい。サナですね、なにぬねののなですね。はい、サナさん。サナって漢字ですか、ひらがひらがなですね。サナさんが日本人の名前。そうですね。アンさんが中国人の名前。そうですね。私、エラーになってしまって、ページに行かないんですけど、はい。今のね、はい。アドレスはい。なんですけど、はい。行きました。 JX って書いてるんですあ、そうです。はい。そうですね。はい。そうですね。一応なんかゲームって言ってましたけど、はい。それはなんかホームページに出てくる、なんかいくつか、なんかいろんな、なんですかね、絵があるんですけど、そこをクリックして、ログインできないので、私多分表面しか見えないあ、はい。それで、なんかその中に、大小とか書いてあるんですよね、ボールが、なんかボールの数字を選ぶらしいんですけど。はい。あ、そうですかね。なんかその、あの、なんかその、なんて言うんでしょう。これ多分、まあちょっとカジノみたいな、なんて言うんですかね。はい。なんかその、大とか小とか、そういうわけじゃないんですけど、なんかその、なんか大とか小とかになんかそのベットするんですよね。お金を。はい。はい。そのお金をベットして、そうですね。一応、なんか、特に金額が決まってないみたいですけど。はい、そうですね。はい。そうですね、はい。それになんか自分のベットしたところで当たれば、なんか配当金がもらえるみたいな。大小ってなんか書いてあるんですよね、漢字で。大きい小さいの大小が。いえ、大小、なんかなんですかね、5つなんかボールがあるみたいなんですけど。はい、なんか最初のボール、セカンドボール、3番目のボールって、5番目のボールまで書いてあるんですけど。はい。だけど、5つボールがあるってことは、はい。5分の1になるってことですか？そうです当たるね。確率が。そうですね。多分、そういうことなんですかね。まあなんか5つのボールで、なんか大か小か。5っていうのつが、のボールで大か小か。はい。あ、全部をこう、5つのボールを、に数字が書いてあるんですか？違う。一応なんか何ですかね、当たった時の、数字は書いてますね。はい、その5つ、まあちょっと僕もこれルールがよくわかんないんですけど、まあそうですね、僕はちょっとルールは把握してないんですけど、言われた通りやっただけなんですけど。はい。5番、一番下の台にいくら、ベットしてくださいとかっていう。あ、そうです。はい。あ、そうですね。昨日、一番下の台に1万円と、一番下の小に1万円ずつベットしてくださいと。はい。